元キング&プリンスの平野志耀、26、が滝沢秀明氏、41、の新会社、渡米と合流したのは七夕の日の夜である7月7日。それからもうすぐ1ヶ月、平野は渡米合流後は、ジャニーズ時代には禁止だったインスタグラムも開始。そのフォロワー数は今や370万人以上と、その一挙手一投足が注目の的に。先日は、熾烈競争がファンの間で話題となった。平野はインスタで、通常投稿以外にもしばしば24時間で消えるストーリーズ機能、以下、ストーリーも活用。数多くの質問に答えたり、日常の何気ないショットを公開したりしてファンを楽しませており、投稿のたびに、平野志耀、インスタグラムストーリーといったハッシュタグがツイッター上ではトレンド入りするほどだ。これまでも平野さんがテレビ番組や雑誌などでその姿を見せると、身につけている服や靴はどのブランドか、時計はどこのものでいくらぐらいするのか、といった特定が行われていた。それが SNS になれば写真の保存や共有もしやすく、ファンはますます隅から隅までじっくり見る。情報の共有や拡散も容易で、より話題になりやすいという特徴があります。女性誌ライター。7月29日、平野はストーリーで、今年初のレモネードという爽やかな写真のほか、インスタ撮られ慣れてないから恥ずくて笑っちゃう笑いと、照れて壁に身を寄せながら笑顔をこぼしたショットを公開した。どちらも平野さんが歯を見せて笑っている、ふとした表情を捉えたもの。ファンにとってはたまらないショットでしたが、その、歯に反応する人たちがいたんです。というのも、平野さんはもともと前歯の2本がやや V 字。そんな歯並びについて、ファンからは、エビフライの尻尾のようで可愛いなどと愛されてきたのですが、近影では歯に歯列矯正の装置がついているように見えたというわけです。全道、一部のファンから、紫輝くん、歯の矯正してる？めっちゃマウスピースついてるように見えるけど気のせいかな、と矯正の可能性を指摘する声が上がると、あの前歯だから可愛いのに、矯正しないでほしい、などと悲鳴のような意見も多数上がったのだ。平野が歯列矯正をするなら、今の理由、様々な意見が渦巻く中、歯列矯正をするなら今が絶好のタイミングというのはファッション誌編集者だ。平野さんが本格的に表舞台へ復帰するのは、同じ元キンプリの岸優太さん、27、が9月末でジャニーズを退所し、平野さんと神宮寺優太さん、25、そして渡米と合流するのを待つ必要がありそう。コンサートをやるとしても、来年と言われていますよね。海外進出も視野に入れているわけですし、まとまった時間のある今のうちにやっておこうかな、と思うのは、ごく自然な流れだと考えられます。そして、海外進出と歯列矯正には強いリンクがあるという、八重歯が良い例なのですが、ちょっと斜めに生えた歯を、可愛いと捉えるのは日本人独特の感覚です。海外、特に欧米では昔からドラキュラを思わせる、というマイナス要因が指摘されてきた。また歯並びが悪い人は自己管理ができていない、という扱いにもつながり、幼少期からの歯列矯正は当たり前なんです。歯列矯正をする子供が少しでも楽しい気持ちになるようにと、ファッション性を持たせたカラフルな矯正装置があるほどです。全道。さらに、芸能人の歯列矯正事情をこう続ける。タレントさんが歯並びを直す際にはいくつか方法がありますが、最も手っ取り早いのは歯を削ったり抜いたりして、セラミックをかぶせるというもの。ただ、経年で歯茎の色が黒ずむようなケースもありますし、急ぎでないなら、なるべく歯を残す形の歯列矯正を考える方もいる。歯列矯正にかかる期間は、病院やその人の歯並びにもよるのですが、部分矯正で半年ほど、全体で1年から2年。人前に出る仕事なので、歯の表にワイヤーをつけるタイプのものは避けつつも、密かに歯の裏側にワイヤーをつけているタレントさんは結び構えます。最近では、マウスピースタイプの歯列矯正を活用する方も多くなってきました。1日に20時間ほどつけていなくてはいけませんが、目立たず、撮影時などいざという時に外せるのはメリットです。どう？果たして、平野の歯並びは変わるのか？これまでの歯並びごと愛するファンたちの一喜一憂はどうなるか？画像、爽やか、平野志耀、カフェでにっこり、歯並び丸出し、オフショット、7枚目。照れまくりのストーリーを上げた29日、明日はちゃんとした投稿の方出すねとコメントしていた平野。予告通りの投稿がこちら。
画像は平野紫耀の公式インスタグラム、@@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